皆さんこんにちは。今日はダイソンの、ドライヤーで髪の毛を乾していきたいと思います。先日開封動画をご紹介したんですけれども、今日は実際に使ってみたいと思います。今髪の毛を洗ってタオルドライをして、そして10分ぐらい経ったところです。じゃあ乾かしていきます。で、乾かす時のポイントは、私はこれからで癖毛なので、できるだけ伸ばしながらやっていきます。そして前のこの部分はどう斜め前髪になるようにするので、できるだけこう風上から風下に流したい方向にするようにします。で、こういう型がつかないクリップで留めておくと、結構それだけで型がつくので重宝しています。それではやっていきたいと思います。今からなのでスタートで、2分14秒だったんですけども、すごくぐーっと引っ張れば、やっぱりかなりストレートっぽくなるのが分かりますか。と、前の動画でも言ったんですけども、そのパリで初めてこのダイソンのドライヤーを、使った時にびっくりするぐらいにストレートになって、であっという間に乾くので、なんて言うんですかね、髪が傷まないというか、そしてうねうねが本当になくなってるのが分かりますでしょうか。で、あとはこの斜め前髪のためにちょっとここもぐーっと引っ張りながら、テンションかけながら乾かしたいと思います。やっぱり風をこう川上から川下にかけることによって、かなりこの斜め前髪っていうのができると思うんですね。あとこの辺のトップを、ボリューム出したければ、こう上に掴んでやればかなり出ます。ちょっとやってみますね。これも下から上に、頭部とかがだいぶ薄くなってきている人には、やっぱりこれがかなりおすすめというか、結構逆毛を立てるのとか本当に髪の毛が傷むので、できればこういう風で、下から上に当てればかなりこうボリュームが出ると思うんですね。で、最後もう一回だけざっとかけたいと思います。Thank you.
明しながらでも大体全部で4分ぐらいでできたと思うんですけれども、いかがでしょうか。でこれを外します。そうすると本当になんかストレートっぽくなったのが分かりますか。最初とえらい違いなんですけど、で前私パナソニックのナノケアを使ってたんですけども、それだと全然こんなにまっすぐにならずに、本当にびっくりするぐらいあっという間にこんなに綺麗にツヤツヤになるので、もしかして最近のナノケアを使ってたわけじゃないので、もしかしたら最新のナノケアだったら、もっと早く乾くのかもしれないんですけども、とりあえずこのダイソーのドライヤーはやっぱり買ってよかったです。いかがでしたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それではさようなら。